公私越は、香港の本土派政治家である。2014年香港反政府デモの間、118時間のハンガーストライキで有名であった。2015年5月に、学民市長スポークスマンに就任。学民市長解散後教育実験協会の会員になる。公私越は、教育局の副局長として、親中国派のカイルオリアンを指名することに反対した。 2017年7月24日撮影。高止越参加する2019年から2020年香港民主化でも。2019年11月18日、警察に包囲された高科大学の学生を救出するために、ヤウマキー、チムシヤッチ、サカンカの町に多数の市民が集まりました。激しい衝突が警察との間で勃発した。衝突中に、 警察は1000人以上の市民を逮捕し、甲子越もその一人として逮捕された。甲子越は暴動で起訴され、裁判の保留中の保釈金で釈放された。甲子越集会命令に違反したとして非難され、投票によって起訴され、警察により侮辱され、セクハラされたと主張した。二0二0年五月十日、一部のネチズンは市民に、香港、九流、 深海の多くのショッピングモールに行き、歌っての捜査を実行するよう呼びかけた。左官閣では、高子越を含むいくつかの路上で警察が市民を守り傍受し、警察は、高子越が集会制限命令に違反したとして避難し、彼女に切符を発行した。事件後、高子越はインスタグラムに投稿し、傍受と捜査中に、自分自身に対する口頭での嫌がらせを警察に、 避難した。彼女は彼女の胸と容姿を避難された。また、他の誰かの電話を盗んだとして、自分を偽ったとして、警察を避難し、無実を証明するために、電話のロックを解除するように彼女に依頼した。2020年7月27日、高支越のメンバーらが、香港立法会選挙に立候補する様子。2020年5月、彼は、 立法会選挙への参加を検討していると述べた。2020年7月27日、彼らは同じ地区の候補者とんもん尺網楽の長が森達と2020年香港立法会選挙に参加し、西部ニューテリトリーでの直接選挙に参加しました。こうした中、林定月が行政長官は7月31日、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮する、 ことを理由に緊急状況規則条例を適用して選挙を1年間延期し2021年9月5日に執行するとと発表した。しかしこの延期には香港の放送会からは違法との指摘も出ている。ありがとうございます。